本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小龍祭です。本日は、上野さんは武器を、大調子をして、リアクションを収録していきたいと思います。よろしくお願いします。では、いきます。3、2、1、5。どういう話なんですかね剣その1六角。 なんか若干不なものを感じますがなんかね「キービジュとか「あらすじ」見た感じだとすっごいおお変わった感じの作品っぽかったんですよねしかし話は早いですねほうほう <laughs> 見てたけ はあ、話早いな入り方 <laughs> いやほんとだよ <laughs> ああなるほどマジでバッチリよ <laughs> ふざけんなよ 自分で飲めそうですよなぜ耳耳じゃないよなあああの子にまあでも緊急時は全然ありえるなうんでも今はいいわ <laughs> 本当です。なぜなら、危機キーじゃないから、今は。山下。正クから出たらないと思うんだよな。そりゃそうでしょうよ。今が何であれ、バッチりわ。は <laughs> 言う。 関係ないよ。あ、上の,上の田中山下ね。なるほどね。上中芸になってんのね。この辺、海外じゃスないだろうな。分かった人はすごい。なんでいや、分かんな分かない分かんない。い全然伝わってないです。 本当だからなんでだよそれが好きの言い換えとはだ全く伝わんないですこっちは分かったけどうんうんなぜうんなんでありがたくなんだよありがたくもなんともないよ <laughs> おかしい <laughs> もう説明だけ言葉だけ聞いてると本当に頭おかしい人だな <laughs> いやあなたがしつこいからですよ <laughs>、うん、<laughs> そうかないつもこんなとしかないの いつもじゃないのほうほううん <laughs> ずっと泣きわめいてんだ間違ってるってのは分かってんだ言ったげなよそれ田中先輩山下だけ1年生なの いや、わからんわからん。気持ちって何なのうん、飲まないけどね。あとさ、ロカーしてるって言うけど、本当にこぼしてない行ってきたりとも。<laughs> されたらぼーっとしてないでしょ。わ <laughs> かんないよ、それ。なんでだよ。普通にいなよ。 よく田中今は帰るけど付き合ってるよねこの変な部にでもこの部って3人だけなのあの時もあーなるほどなるほどほうえー、でもそんなっ <laughs> うん、なんかそのとこはいいんじゃないかなと思った <laughs> やめてよ <laughs> 最悪だこいつ好かれたいんじゃないの自分がやりたいことやるんじゃなくて好かれるようなことをしましょうなるほどクマたんだ何クマたんだって ン劇茶番でしょ <laughs> <laughs> うんこの棚普通に言えないっすかまあ言えないんでしょうね圧巻かな <laughs> じゃあもうちょっと伸ばしたら うん、期待値はいあそそうん<笑><笑> あ,あいいじゃん、ね、じゃあずっと使ってないそれはいパンチラ帽子ロボすごい技術をくだらないことに使ってんななんつー才能の無駄遣いしてんだこの人はレイドは存在しないでしょ ああ下からじゃだって徐々に上げていくのを趣旨から外れんじゃない絵面がやばい <laughs> うんすげえ技術。 これ <laughs>、あんそれは何よりですね。なんだよ、張り合いって。実験に張り合いってなんだはあ、<laughs> <laughs> <laughs> よく付き合ってるよねほんとにつくづく大台の90度ああ <laughs> よく色 <laughs> なぜわかるんだそのとは福井いちいちいろいろ考えるよねこの人は <laughs> そうなんですよそうしたんでしょあなた いちいち発想が変態だなうん自爆してんじゃん田中は田中で男子うん <laughs> <laughs> いやー見事な絶叫でしたね <laughs> いいなこれうーんなんかコメディなんだけどあらすじ見た感じ変わってるんだなーと思ってあとアートスタイルがすごくおしゃれでね それも良かったんであこれは見ようと思って割と早めに視聴決定したんですけど声いちいちいいな声誰なんだろうなんかね冒頭でちょっとだけ一言上野さんの声聞いただけでもあれなんだこの変わった感じと思ったんですけど 田中もなんかうん男の子声なんだけど気になる感じの声であるいやなんかすごいスムーズというかねすごいテンポで駆け抜けていって終わったーって感じですね冒頭から終盤までエンディングまで全速力で駆け抜けていって大地は終わったなあいやこれノリいいぞ芹沢優さんなんだ上野さんはへえ私芹沢優さんって芹沢優さんって言えば誰だえ芹、ー、沢優さんって こんなに出演こんなに出演作あるのに私がちゃんと聞くの初めてだなそれがいきなり上野さんで主人公の上野さんかなるほどねええー、結構ねお名前はねどこでも本当にいろんなとこで拝見しますしさぞ出演作も多いしどっかで聞いたことあるんだろうと思ったけどじゃあ私はこの作品が初めての芹沢優さんだなで田中の声が田中あ美みさんって田中なんだ で、山下は影山あかりさんだ。へえ、影山さんは存じ上げておりますね。あの、ベマスとかでもおいでになってて、割と声優さんとしては有名というか、なんというか、いろいろ話題に上がる人ですね。で、田中さんは、田中さんも多いっすね。聞いたことあるもんね。うん。でも、私が見てきた作品で知ってるキャラはいない。ね、私、こういうこと多いんすよね。あんだけね、普段から声優さんにはいろいろ、 こだわっててでこだわっててというか興味を持っててで声優さんのラジオとかバラエティ番組とかしょっちゅう見てるんですけどそれでも有名な声優さんを全然知らなかったりその人の役を見るのが初めてっていうことはね毎期毎期あるんですよね最近だと結城葵さんのお芝居をちゃんと聞いてうわめっちゃいい声だしすごくキャラに当てて結城葵さんいいなと思ったのがあの 遊び遊ばしょの青空さんだったりでそれでああ結きあおいさんってこんないい声なんだと思ってたらその次のシーズンで今度はグリッドマンのボーラーの声でねそっちもめっちゃ良くてねで全然違う声なんだけどすごくいい声っていうのは同じっていうねまあ田中さんの役で私も知っててただ見たことはないですけどうまるちゃんですねうまるが田中あゆみさんなのねなるほどまあ影山さんもいいかなっていうねもう影山さん有名すぎるしねうんとないですか回って それぞれぞ、ね、いろんな声優ファンにもいろいろな偏りがあってねそれぞれこの人はもう何回もき見てる聞いてるっていう人もいたり有名な人だけど私みたいに全然ご縁がなかったりするあ影山さんも「うまるちゃん」で主役級の人物やってんのねそうそう有名だし私もいろんな声優さんがその中の人として出演されてる番組とかをでは拝見しましたけどアニメ作品ではほぼご縁がないとただまあ 意外なところですけどあの邪、ー、神ちゃんの単眼ンンちゃんが影山さんでねでその時もあれ単眼ンンちゃんこの単眼ンンちゃんっていうキャラ変わった声だなと思ってて誰だろうと誰だろうと思って調べたら影山さんであらこんなところに影山さんと思ってねその時意外に思ったことを今思い出しましたいやーでもうん第一話見た限りですけど今季の今季もいろいろねいい作品あるけど前期に続いてまたバラエティに富んだシーズンでその中で で、コメディ作品としての一角を担う、そんな感じ、そんな予感がする、今回の大腸でしたが、なるほど、そういう話か。で、これがまたね、あの、白戦車ヤングアニマルなんですよね。白戦車ヤングアニマルといえば、まあ、遊び遊ばせの印象が強いですけど、なるほど、こういうもう、こってこてのギャグが、またしてもど、同じ雑誌から出てくるとはね。なんか、アートスタイルとしては、日常思い出したんですよね。まあ、それは、あの、山下のメガネメガネからちょっと、 だいいいぶそれれででで引っ張られてる気ももしないでもななすけどなんか日常っぽいなうんなんか雰囲気というかノリというかアートスタイルというかわかんないですけどでも終始テンションが高くてとにかくもう一貫して実になんかでもまあ完全にど真ん中のスラップスティックじゃないんだけどまあでもスラップスティックなコメディ作品としていかにもそれらしいハイテンションのドッタンバッタン大騒ぎがずーっと続いてって。 ででで最最後の最後のまで全速力で駆け抜け抜て終わるみたいなうん大変元気に満ちあふれたそんな力強いギャグの作品だなというのがあっていやーよかったですこれ見ることにしてよかったなこれは次回以降も楽しみですけどどうなるんですかねまあでもあんな感じで素直に気持ちを抑えられなくてでいろいろ遠回りにも程があるようなそれ絶対伝わんないですよねみたいな遠回りすぎて目的地から外れていくというかもう 姿が見えなくなるぐらいまで遠くに行ってしまうような、あんな暴走を続けていく感じなんですかね。でも珍しいですよね。いきなり出だしから、その、中学生か。中学生の女の子がもうすでに好きな男の子がいて、で、その状況から始まるって、まあ、なかなか珍しいな。でもなんか本当に、冒頭からもそうでしたけど、話が早い。うん。いちいちテンポがいいというか、さっさっさっさ次に。 次に行くんだけど、まあ結局上野さんがやってんのは堂々巡りだったり足踏みだったりするんだけど、話自体はポンポン先に進んでいくというね、感じでテンポ良かったですね。なんか田中は田中であのキャラはすごくいいし、で上野さんはやっぱりね、そういうところは普通の恋する中学生の女の子なんだなって感じで可愛いところもたくさんあって、第1話から濃密で素晴らしい、第1話からいきなりいろんなキャラの面白さというか魅力が溢れてて素晴らしいスタートでしたね。 そんな感じで上野さんは武器を第一話見ていきました。お付き合いいただいた皆さんありがとうございました。また次回でお会いしたいと思います。それではまた。